回整理させていただきましたけど、皆さんご理解いただけましたでしょうか。これ難しいですよね。はい、ポップアップも行くしスペシャルウィークでも買うという。ありがとうございます。ね、ポーチね、スペシャルウィークいいですよね、楽しみ。そう、先着300名の方なのでぜひ来てみてください、よろしくお願いします。はい、で、ビタミン C とナイアシンアミドの組み合わせはという質問があったんですか。これも先ほども説明しましたよね。はい、 OK ですよね、まず。はい、はい、こちらですね、一緒にもちろんお使いしていただくことはできるんですが、はい、実はビタミン C とナイアシンアミドがお互いの効果をちょっとだけ相殺してしまう可能性があるので、できれば朝と夜で分けてお使いしていただくのがそれだったら大丈夫なんですね、はい、じゃあ混ぜるっていうよりかは朝夜で分けた方がおすすめということで。おお、すごい、うん、あ、ピーリングは何回、週何回とかおすすめはありますかという。こちらは毎日使える。あ、毎日使える。あ、じゃあ本当に優しいピーリングになってるんですね。素敵ですね。ビーガンコスメ最高ですということで。ね、じゃあ皆さん本当たくさんの質問ありがとうございました。はい。あ、香りはありますかということで、香りは僕のイメージだと成分の香りっていう感じなので、皆さん使用した時を楽しみにしてください。うん、安心感がありますよ。謎のポーチが気になるということです。はい、ということで、あ、ピーリングは洗い流さないです。これも先ほど説明したんですけども、そのまま使えるということなので、はい、本当におすすめの製品ね、アイテムたくさんありますということで。はい、ということで皆さん、あっという間でしたが、お時間が来てしまいました。本当に今回このオーディナリーさんのこのポップアップ遊びに来たんですけども、本当にポップアップ自体もすごくいろいろ説明も聞けるということでおすすめです。で、スペシャルウィークね、再度皆さんぜひチェック してみてほしいんですけども、僕本当にパリでこれね探し回って出会ってからナイアシアミドを使って、自分のその翌日から自分の中ではいろいろ実感できるポイントもあったのかなと思います。もちろん個人差はあると思うんですけども、本当僕今日いろいろ改めて知って、たくさん他のアイテムも知りたいなと思いました。使用してみたいなと思いました。でも本当この最初に説明したこのナイアシンアミド 10% 入ってるものとか、ヘアルロン酸のものがやっぱ入り口としては使いやすいのかなという印象なので、ぜひ皆さんもね、オーディナリー今回初めて知ったよって方は、こちらのポップアップ遊びに来て、いろいろ製品を試してみてもらえたらと思います。はい、アットコスメ東京、これ原宿のね、で開催中ですので、ぜひ皆さん4日までです、遊びに来てみてください。はい、では皆さん短い間ですけども見てくださってありがとうございました。